俺は山川俊太ほもだといよ先輩がといよ。だすけてはるといやはるえもんだがはるえもんだだって。 先輩最近腕まくりしててフフフフぶってが盛り上がってて <laughs> 何みミずかわってんの作物育てんの今年は大阪だのあってレベルでああもうそれだけで完璧ぷ余まってんのに。 T シャツで汗なんかもう拭っちゃってまあ。腹ちらももう辛抱たまりませんって。気もすぎて、気も。おい、そりゃねえだろ。お前も BL ばっかり見てるくせに。てか、絶対リアルの方がいいから。BL とほぼ同じにするな。 いいか ?BL ってのはフィクションなんだよ。偶像崇拝なんだよ。わかるかいリアルであんなにあっちもこっちも男が好きな男ばっかりでたまるかオタク特有言うの早口。正直、こいつといるのは、楽しい。ある日、ハルト先輩が、先輩がどうしたんだい、シュンタくん。 先輩が…転校するんだってさそりゃねえよーそりゃねえよーそっかでお前どうすんだどう告白 しなくていいのかえああ、いや、そんなんしねえだろ。するわけねえべ。好きなんだろいや、でもさ、男が告白したって気持ち悪がられるだけだろ。てか、俺自身、なんて伝えていいかわかんねえし。じゃ、 じゃあさ俺に行ってみる練習としてさ <laughs> お前に <laughs> まあいいや <laughs> えーっとうん前から好きでした付き合ってください ちょっとトイレおおいどうしたんだよよかったのかおい <laughs> <laughs> 俺は見やしたハルトホモだいや正直自分がホモなのかどうかはわからんただあいつへの好きは たぶん恋愛感情なのだろうあいつが先輩の同くに一喜一憂している姿を見るたび俺は <laughs> おい結局どうなんだよ俺がただ恥ずかしい思いしただけじゃねえか悪くなかったんじゃないか <laughs> ならいいけど

もう少し片思いは続きそうです。